ジャクソン軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は13,494人であり、2000年の13,495人と変化がなかった。軍庁所在地はマッキー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ジャクソン軍は1858年に設立され、軍名は アメリカ合衆国大統領、アンドリュー・ジャクソンにちなんで名付けられた。軍内のどこにおいてもアルコール飲料の販売が禁止されているドライ軍である。軍内にはダニエル・ブーン国立の森がかかっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は346.57平方マイルであり、このうち陸地346.33平方マイル。 水域は0.24平方マイルで、水域率は0.07%である。ジャクソン軍は、長年、アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党を強く支持してきた。1940年の共和党候補、ウェンデル・ウィルキーは、軍総投票数の88%を獲得した。1928年、1948年、 1960年、1976年、1988年には最高の得票率を獲得した。過去53年間にあったすべての選挙では大差で勝利してきた。1992年以降では得票率が70%以上だった。共和党支持の構造は南北戦争の時に北軍を強く支持していたことに返せられている。 アメリカ合衆国会議員の選挙区では、ケンタッキー州外国に属し、クック投票動向指数では、共和党プラス8となっており、現職は、共和党のハル・ロジャーズである。ケンタッキー州会議員では、第89選挙区に属し、1997年以来、共和党のマリー・エル・レーダーが議席を占めている。州上院では、第21選挙区に属し、 2005年以来共和党のトム・ジェンセンが議員である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内には公立の小学校3校、中学校1校、高校1校がある。私立学校はアンビル・クリスチャン・アカデミーとアウトリーチ・クリスチャン・アカデミーがある。ありがとうございます。